がなくなってしまうってことがあるので、僕は SNS に依存したですね教育ビジネスっていうのもやっぱりお勧めしてないですね。 SEO を中心ってことですね。でオンライン起業するには、まあ、営業で講師でセミナーでネットショップでってことなんですけれども、まあセミナーとか講師っていうのは僕一ついいのかなと思います。またはオンラインで営業代行っていうのもですね、まあ、これはですねなかなか骨太でですね、まあ、対面での営業の活かせる部分ってもちろんオンラインであるんですけれども、またリモートならでは あのノウハウっていうのがあるんですよね。まあ、あの YouTube の限定公開とか上手に使ってできる人、まあ、逆にこっちの方が得意っていう人もいるんですけれども、対面と違うノウハウがあるというのは覚えられた方がいいかなと思います。ただ、今までこう訪問とか対面で営業してた方が YouTube に移行したからすぐにうまくいくかというとまたちょっと違うというところですね。でセミナーとかネットショップについてもですね、まあ、それぞれ細かいノウハウがあるので個別に僕の方ではあの